お前か。よくぞ私についてきた。賢明な君なら必ず私を選ぶ。そう信じていたよ。それは君が特別な人間だからだ。他のクズどもにはわからないことさ。なぜ私が実力主義の社会を目指そうと思ったかわかるか。法追は古来から日本を陰で守ってきた一族だ。人知れず命を懸けてな。そのことで我が一族に後悔はない。この国にはそうするだけの価値があったからな。しかしそれはもう過去のこと。今の日本にそれだけの価値があると思うか。その通りだ。そんなものはどこにもない。自己保身と利権に走る政府、怠惰な生活に身を浸す大衆、救う価値などありはしない。今と昔では事情が変わったのだ。ならば我々も変わらなければならないのが道理だから、私は法院家は日本の裏から表に出てきた。そして優秀な者だけを守る。それ以外の人間は不要だ。次世代の癌になりうる。それが私の掲げる実力主義社会の意義だ。分かってくれるな。賛同してくれて助かる。君のような人材を待っていたんだ。だがな、もともとの構想では君も排除対象だった。およそ一般人は全てな。だが君のような未知の可能性を感じる者にその価値を認めることにしたよ。私が立てた構想を君はこの数日間の行動で覆したのだ。全く大した男だよ君は。これから私の右腕として、いや違うな、もはやお前は私と同等の価値を持つものだ。あるいは君のような存在を友と呼ぶのかもしれん。では。何の用やあいつ、こんな時に呼び出しおって。さあ、私も特に聞いてないけど。ねえさ、こっちさ、これって何なのか知ってる？なんか問題でも起きたってわけ？いや、私にもわからない。局長は何か話があるそうだが。いいところに来たな。ちょうど呼ぶところだった。他のものも揃っているな。よし、いいだろう。君たちを集めたのは他でもない、我々の陣営の現状を正確に把握してほしいと思ってな。龍脈も底をつき、だいぶ人材も消耗した。食料も枯渇しつつある。正念場と呼ぶのにふさわしい舞台と言えるだろう。ほう、要はギリギリってわけか。ま、そりゃそうだろうね。ごたごたしすぎだし。そうですね、暴動、分裂、対立、予想外のことが起こりすぎました。君はこの状況どう見る？その通りだ。私と同じ見解で嬉しいよ。そう、理想の実現は目前だ。なぜなら我々は唯一無二の力を持っているからな。わからないか？君こそその力を最も持っているのだがな。それは
意志だ。強固な意志こそ我々の武器。私はそう考えている。精神論に聞こえるか。私もついに打つ手がなくなったと。しかしそれは違う。これまでの戦いはここにいる者たちの意志で幾度も乗り越えてきたはずだ。理想を成し遂げんとする意志、私ならそれを力と呼ぶ。悪魔の使役に並び立つ能力だ。これから何があろうと我々にその力がある限り理想の実現は揺るがないだろう。私は君たちの意志に期待している。話は以上だ。素晴らしい返答だ。やはり君は逸材だ。ああそうだ、君たちに食事を用意した。恩賞とでも思ってほしい。食料も残りわずか。まあ理想の世界を実現すればそんな心配も不要になるだろうが、では堪能してくれな。要するにこのドタバタもあとちょっとで終わりってことね。でも局長が食事？柄にもないことするね。局長は君と会ってからどこか変わったな。ちょ、もったいつけおって。それならさっさと。で、なんやねんこれ、めっちゃ豪華な食材使ってるで。いいから食べるんだ。局長の気遣いを無駄にするわけにはいかん。よくわかんないけど私マヨ欲しい。ということは敵はこの位置から現れたと。違うな。つまり奴はこの座標から。いいところに来た。セプテントリオンが出たのよ。この先にいるんだね。これがどうしますか、放水局長。このタイミングで来るとは予想外に早い接触です。名古屋勢にセプテントリオンを排除されてはポラリスとの開口に支障をきたす。我々でやるしかないだろう。よし、決まりやな。他の門にやられでもしたらおもろないもんな。まあせやな。名古屋勢より先に見つけたんがせめてもの幸いや。まあそういうことや。じゃあ俺は先に行っとるで、一人でぶっ潰したる。あ、ずるい。私だってセプテントリオン見たいのに。ちょっと待てよ。では行くぞ。長きポラリスへの童貞、ここで終わりとしよう。ついたで。って、あれは？来たね。あれが今回のセプテントリオンだ。ベネトナシか。おかしいで、やけに小さいわ。アリオトやミザールに比べたら何の圧力も感じひん。
そのようだな。だが油断はするなよ。簡単にはいかぬと思った方がいい。うん、そうだね。相手はセプテントリオ、注意しなきゃ。よかろう。名古屋勢の介入前に我々で奴を始末する。はいよっと、さっさと片付けよ。みんな行くぞ。この戦いに勝たねばポラリスにはたどり着けない。よっしゃ、ぶっ潰したるわ。うちに任せとき、一気に肩をつけるで。純子、急いで倒す。逃げ切れた。みんな無事だよね。ああ、全員大丈夫だ。だがあのような手を使うとは予想外だったな。いやー、厄介だわあいつ。どうしようかね。あれ、ベネとなしか。悪魔を帰還させる上に召喚も封じてくるとはな。それに気づいたか、奴のスキル、人間不可侵を。だろうな。おそらくそういうことだろう。人間の攻撃を受け付けず、さらに悪魔も使えなくさせ、我々の攻撃を徹底して封じる。それが奴の力、ベネトナシの能力というわけだ。分が悪いようやな。なんとかせなあかんわ。そうだな。作戦を練ろう。各自何らかの対策を探してみてくれ。うん、でもロナウドたちもいる。注意はした方がいい。人間の攻撃が効かず、こっちの悪魔を帰還させてさらに召喚できなくさせるか。それって悪魔を召喚するプロセスと相互関係なわけで、つまり。予定外だな。プランの変更が必要だ。余力を残して早急にベネトナシを叩き、名古屋勢に備える算段だったが、
先ほどの様子から見てベネトナ氏との戦いは総力戦になりそうだ。そこを名古屋に攻められるのは得策ではない。ああ、そうだ、それが最善の策だろう。先に名古屋勢を排除し万全を期してベネトナ氏を叩く。さあ戦だ、十分に準備しておけ。いいところに来たな。名古屋勢だ、彼らの方から打診があった。そうなんだよ、バンがね、決闘だとかなんとか言ってるって。笑わせるで、あのチンチクリンにそんな根性あったとはな。そうそう、どういうわけか盛り上がっちゃってるみたいだね。で、あ、バンだ。その可能性はあるな。発印局長、どうしますか？かまわん。子供の企みに付き合ってやるのも王者の余裕というものだ。行くぞ。おっと、これはやっぱり誘い込まれたかな。こっちよ、バカ、かかったわね。何を企んでいるかと思えばくだらんな。ヤマトさん、私たち、あなたたちの言う実力主義には賛同できない。だからここでやっつけます。数が多いな。これが君たちの作戦か？本当はこんなの嫌だけど、そっち強いんだもん、仕方ないでしょ。別に俺は構わんで、何人来ようと全員ぶっ潰す、それだけや。とにかく正々堂々、お互い悔いのないように戦いましょうね。ふん、稚拙極まりないな。こんなものが作戦か？誰に指示されたのやら。いいえ、違います。誰に指示を受けたわけじゃない。私たちには私たちの考えがある。世界を変えられるというなら、私たちにだって望む世界があるわ。考えね。ま、大体わかってるけどさ。そうだよ、私たち、ロナウドが言ってる平等主義が正しいと思う。そうだろうな。だがお前たちも私と同じだ。主義主張が違うだけだろ。愚か者どもめ、自分たちを棚に上げて私を責められるのか？全然違うよ。ヤマトさんの言ってる実力主義じゃただの弱い者いじめじゃん。平等になればみんながみんなのために働くんだから、自分勝手なこととか言う人もいなくなるんだよ。人間全員で助け合えるならそっちの方が平和で幸せに決まってるじゃん。平和平和とバカの一つ覚えがよくほざく。平等に平和などあるものか？人間は生まれながらにして平等などではありえないのだよ。そうね、でも命は命よ。平等ではないからこそ、優れた者が劣る者を支えるべき。というかさ、そんな奴ら助けてなんか見返りあんの？賢い奴がバカを見るだけじゃん。だからなんで
でわかんないの？強い人が弱い人を助けるのなんて全然普通のことじゃん。だがな、バン、多すぎるんだよ、弱いものが。それでは強いものが浮かばれない。でも時間の無駄だ。家畜にはしつけが必要だな。さっさと片付けるぞ。
バン、乙女、こうするしかなかったのか。さて、片付いたか。みな、ご苦労だった。仲間と戦うのは苦痛か。だが、よく働いてくれた。はあ、手応えないわ。あの戦いがいのありそうなやつもおらんかったしな。あ、そういえばロナウドの姿はなかったね。どこにいるんだろう。さあ、ここ名古屋だし心当たりないな。局員に探させているが、この周囲にロナウドらしき男は見当たらないようだな。さて、虫けらども、どこに潜んでいることやら。正解だ。おそらく奴らは大阪に潜み、襲撃の機会を伺っているだろう。そういうことか。我々の懐に隠れて隙を狙うつもりなのか。構わんさ。せいぜいあがけばいい。奴らの企みをすべて打ち砕き、完膚なきまでに叩き伏せて、格の違いを教えてやる。